こんにちは、毎日晩ご飯です。じゃあ今日のご飯を紹介します。今日はですね、ニラがあるので、ニラと卵が、ね、あるので、ニラ玉のお味噌汁にします。そしてですね、美味しそうな厚揚げ買ってきましたんで、これはシンプルに焼いて、で焼き目で食べたいと思います。あとね、この間作って超美味しかったので、まだね、青ナスあるから、これで田楽味噌この間使います。田楽作ってきます。あとですね、今日イカがあるんですよ。スルメイカがあるので、こちらの空心菜としめじとスルメイカでイカのワタ炒め。あとね、2杯あるので、もう1杯はせっかくだからお刺身にしようかなと思います。イカのお刺身ですね。こちらを作っていきたいと思います。はい、じゃあですね、このナスですね。こちらまた縦半分に切ります。で、ここにね、切り込みを入れていきたいと思います。見えるかな、切り込みですね。火通りよくするためにね、切り込み入れます。で、ここに塩しておいておきます。ナスはね、いつでも塩ですね。表面にね、かけてあげて、余分な水分を出す、それからアク抜きをしますね。そのために塩をしておいておきます。はい、ですね、必要な材料を切ってきますけれども、こちらはね、味噌汁用で、青ネギもちょっとあったので、青ネギを細かく切る。それとニラですね。卵を溶いたやつがあったので、ニラと卵で味噌汁。にしますね。ちょっと長めに切りましょうか。ね、5センチだと長いと思うので、3センチぐらいにね、カットしてます。はい。こんな感じです。で、今ね、煮干しだけで出汁を取って、しっかり味が出たところにもうすぐ煮えちゃうんでね、最後にこちらを入れたいと思います。はい。それから、一つですね、空心菜。これはイカと炒めるんですね。なので、ちょっとね、茎と葉とね、分けておいておくと、炒めるときにいいと思います。これ茎ね。で、葉は後で入れましょう。さっと炒めますね。葉はちょっと別に置いときます。あとこちらに見えます、こんな感じ、こんな感じね。はい、あとこちらにしめじも入れましょう。ふなしめじは、軸を取ってほぐしておきますね。しめじね、残ったら、こうちょっと残ったら、軸取ってばらして、で乾燥させておきます。この状態で。で、これね、冷蔵庫入れちゃうと、湿気がついて腐っちゃうんですよ。なので、完全に乾燥させてあげると、これでお味噌汁とかになりますので、かえって残ったきのこは乾燥させちゃった方が長持ちします。でこんだけあればお味噌汁1回分になるのでね、少し取っときます。で、今日炒める分はこちらです。はい、これいいですね。はい、これでじゃあお野菜の準備はできました。あとですね、こちらの、厚揚げの薬味を切っておきたいと思います。今日ね、みょうがとしそがありますんで、それとあとおろし生姜でね、いきたいと思います。みょうがですね、まず縦に切って、それを細かく切っていくといいと思います。
そですね。大葉ですね。大葉はくるくるっと丸めて切ってきます。見えるかな。で両方ともね、さっと水にさらしましょう、ね、そうするとアクも取れますので、でさらしてよく水気を切ってね、振りかけたいと思います。ではね、イカです。今日ね、ちょっとスルメイカをレッスンで使うのに、ちょっとねスーパーに売ってなくて、デパートまで買いに来たんですが、おかげさまで立派なイカが手に入りました。え、こちらをさばいていきたいと思います。まずですね、イカはここね、グッと胴体に手を入れまして、軟骨でくっついてるところ外します。で引き抜きます。いいですね、はい、両方ともね引き抜きますね。美味しそうね。まだ綿もプリプリで綺麗ですね。ただこの時期やっぱり綿がね、まだちっちゃいですね。はい、そしたら目の下でカット、目の下でカット。あー、そして足の2本が長いので、ね、ここね、吸盤が大きいのでこれは捨てちゃいます。吸盤大きいところは捨てちゃいます。そしたらね、これを1箇所で開きます。開く。そしてこのくちばしを取っちゃいます。開いてくちばしを取る。そしたら裏でガリガリガリね、吸盤のね、ガリガリ、吸盤の音をガリガリ取ってください。はい、これで OK です。はい、そしたらですね、こちらの肝の方なんですが、今日ね肝炒めしたいんですね。なので肝を取りたいと思います。でこう見ていただくと、ここね黒いのが炭袋です。それを破かないようにこっち側から切り込み入れます。入れて、そしてこのね、このね肝を取りますね。はい、じゃあこちらもせっかくね2杯分あるので取っちゃいましょう。炭がね入っちゃっても構いませんよ。炭にってあるぐらいですからね。炭が入っても大丈夫です。はい、じゃあこれで肝炒めの肝ですね。でこちらはもう捨てちゃいます。はい、でここまででね、イカ洗ってきます。はい、じゃあこちらの肝の方はですね、お酒を入れておきます。これでね生臭みが消えますので、お酒とね合わせておきます。はい、そしたらね、イカいきましょう。イカよくね洗ったら拭きますね。拭き取って、まずゲソからです。ゲソはですね、2本ずつぐらいに切り分けます。あ、その前に先を半分に切っちゃいましょう。そしてこれをね2本ずつぐらいに切り分けます。こんな感じですね。こんな感じに2本ずつ切り分けます。はい、はい、こんな感じですね。そしてこの胴体の方なんですけど、胴体はね8ミリぐらいですかね、皮ごと8ミリぐらいに切ってきます。
でイカね、今日はソテーしていくんですけれども、イカは5分以下の調理もしくは40分ぐらい煮る、どっちかじゃないと固くなっちゃうんですね。ゴムみたいに固いっていうのは炒めすぎです、ね、炒めすぎちゃったらもういっそのこと煮ちゃう方がいいですね。なので今日も炒め時間5分以内、ね、そこ気をつけてください。でエンペラも一緒に切っちゃいますね。エンペラも一緒でいいです。切っちゃいます。いいですね、はい、これでね炒める方はいいでしょう、はい。そしてこちらはお刺身にしますね。刺身の方はエンペラ取ります。手が滑りますので、あのペーパーでね、キッチンペーパーで取るとすごくやりやすいと思います。でこちらは皮むきます。お刺身の方は皮があると口に触りますから皮むきます。でこちらもねペーパーでむくといいですよ。よくむけますね、ペロッと。ペーパーで引っ張ってあげると皮がね滑らなくていいです。素手だとなかなか滑っちゃって持てないと思いますね。こんな感じでつるっとむけました。でエンペラの方もカバーを剥いてきます。ちょっとね切り込み入れてあげていきます。エンペラの皮は結構薄いからね剥きにくいんですが、お、今日は一気に剥けましたね、剥けましたね。OK ですね。裏も剥きます。調味できます。はい、ここからね、エンペラは裏表皮ついてますから裏表剥いてください。でも片側は結構薄いからね、まああってもいいんですが、一応ね剥いた方がより口当たりが良くなります。じゃあね、これで切ってきますね。でイカはイカそうめんって言いますけれども、細く切る意味がありまして、アニサキスっていうね、虫がいますけれども、お腹に入っちゃうとねすごい大変なやつ、それをがもしねいても細かく切ることで取れると、切れると言われてます、ね、なので細い幅で切っていきます。はい、今日ね、そうだな、お刺身も半分にしとこうかな。あとはちょっと取っときますね、5日のために。では切ってね、細くね、細く切ります。ですね、しっかりね引いて切ってくださいね。です。ではイカを炒めてきます。まだ今日バターですね、バター醤油な感じにしたいと思いますので、バターを入れます。でバターをねしっかり熱して
ブールノワゼットにしてください。これね、ブールノワゼットっていうのはフランス料理の用語なんですけれども、バターをしっかり溶かしてちょっとね、あの焦げかけるまで、まあ、焦げちゃダメなんですけど、香ばしい香りがするまで熱する。そうするとね、あのバターがすごくいい香りになって、あとね、フライパンも温かくなってる、十分熱されてる状態になります。今大きな泡が出てますね、こうやって。でこの泡が消えて、パチパチパチっていう音も消えて、細かいムースみたいな泡になってきました。この感じがいいですね。ここでイカ入れます。はい、ジュンって言いますよね。いいですね。でイカね、覚えてます、5分以内、5分以内なので、さっとイカを炒めて、ね、さっと炒めて強火ですね。でそこにもうね、きのことあと空心菜の茎の部分入れちゃいましょう。茎の部分ね、それでサッサッサッと炒めます。そして葉っぱ入れます。入れて、さらにね、強火で炒めていきます。この時のイカはね、あの皮がついてた方が他のね、独特の香ばしさとか出ていいですね。はい、こんな感じでいい香りしてきました。しんなり炒まった。そしたらね、このさっきのお酒で溶いた綿入れちゃいます。綿炒め、ね、独特のコクが加わってね、美味しいですね。また炒めちゃいます。あとはね、お醤油なんですが、あのお醤油の味は味見ながらにしてください。ちょっとね、綿とかもしょっぱいですから、お醤油ちょっと入れます。ちょっと入れて、いいですね。ちょっと味見してみます。今日綿たっぷりですね、2杯分。うん、美味しい。いいですね。これで出来上がりです。はい、今日のご飯です。ニラ玉、味噌汁、16穀米、そしてナスの田楽、この間も美味しかったです。そして、厚揚げですね。今日ちょっといい厚揚げ。イカの肝炒め、そしてお刺身です。こんな感じです。いただきます。